はい、皆さんこんにちは、ギガプロトです。今回も、今回もっていうか、最近ね、バイオハザードとかね、結構やってたんで、結構久しぶりになるんですよね。ジュラシックワールド、やっていきたいと思います。はい、今回はついに来たという感じですが、こいつですね。エイニオサウルスですね。エイニオサウルス、こいつをね、3回進化、レベル40、できればよレベル40ですね、まで行きたいと思うんですが、まあ、事前の情報でね、こいつがめちゃくちゃ弱いっていうのは分かってるんでね、もうね、はい、もうこの時点でアタックがね、80とかね、レベル1の段階で80、リミテッド恐竜にしてね、このステータスは、普通のレア並みぐらいしかないですよね。なんでまあ、ステータスには全然期待してないんですが、とりあえずね、参加進化の見た目とかね、気になるんで、やっていこうと思います。はい。じゃあ、まずは餌やり。はい。はい。もしゃもしゃ。いやー、実際、エイニオサウルスとか、いるんですかね、ちゃんと。僕も恐竜博士じゃないんで、全然詳しくないんですけど、その辺。メジャーな恐竜しか知らない。っていう感じなんですけど。よし、一回進化の時、行ってみましょう。さあ、進化不完全。そして、あんま進まないね。ちなみに今ね、ちょっとね、やっぱり、モコタンのね、お散歩から帰ってきたところなんですけど、まあ、やっぱりちょっと寒い。ちょっと外がね、やばいぐらい寒くて、ちょっとね、手がかじかんでるっていう感じなんですよね。はい。一回進化で、おっと、なんかずぶとい感じになったかな。ずぶといっていう感じになったかな、なんか。これ。おー、まあ。色がちょっとついてっていう感じですね。まあ、いつもながらっていう感じですよね。はい。ピアノ打ちがね、うまくできない。ちょっとね、指が本当にこう、かじかんでて、もう、寒すぎてね、やばい。手袋を、まあ、していけばいいかもしれませんが、そうすってね、スマホの操作ができなくなっちゃうんですよね。なんで、ちょっと、素手で、なんとかね、ポケットに入れたり、ね、スマホをこう持ち替えたりして、なんとかやってるんですが、まあ、とりあえず寒いですね。この時期のお散歩はちょっと本当寒い。猫的にはあまり、そこまでその、ね、動物なんで、体毛がいっぱい生えてるんで、人間にしたら、まあ、毛布をかぶってるようなもんだと。ということで、あまりそこまでびっくりするほど寒いってわけでもないのかなっていう感じですよね。はい。で、一回進化のやつが、2匹できたんで、こいつを、じゃあマックスにすれば、2回進化のやつですね。2回進化のやつ。はい。見た目は結構格好良さそうなんだけど。はい、モコタンが乱入してきました。さあ、行ってみましょう。おっと、一発成功やったね。さあ、2回進化で。はい。これ、あんまり変わってないような、あんまり変わってないような気がするんだけど。まあ、なんか、赤っぽくなってきたかなという感じですね、なんか。まあ、模様も、まあ、割とね、赤とか、なんだっけ、なんか、名前忘れたんですけど、すんごいいかつい、普通のレアのやつで、めっちゃいかついトリケラ系の恐竜いましたよね。このすごい角がいっぱい生えててっていう、見た目めっちゃいかついんだけどっていう、赤くて。あいつ好きだったんですけどね、普通に。あいつみたいになるのかな？あいつみたいになってくれたら結構嬉しいんだけど。とりあえずレベル30まで行きましょうか。餌が大丈夫かなーって感じですけど、さすがに、このステータスの低さから、ね、
こう餌がめっちゃ安いっていう感じがありますね。レベル1で972餌。はい、じゃあこいつをもう一匹、レベル30のやつをもう一匹作る必要がありますね。ひたすら連打連打という感じで、ちょっとね、ほんとやばい。指がね、こう思い通りに動かないというか、本当にきついんですよね。なんか、手のかじかみ、まあ誰しも、まあ、経験したことがあるでしょうけど、本当にね、ピアノ打ちとかしようと思うと、本当、きついんですよね。なんか、なかなかね、やっぱお散歩とか、まあやっぱり、まあね、ちょっと、飼い主としてはやっぱり、まあそういうのもあるし、まあ全然やっぱり、そういう責任とかも、まあもちろんあるし、やっぱりモコタンね、やっぱ溺愛してるんでね、モコタン可愛いし、やっぱり、あまりストレスをためさせてやりたくないなーっていうのもあるから、ちゃんとお散歩だけはね、ちゃんと、まあ行ってるんですけどね、というわけで、一回進化のやつが、とりあえず一匹、もう一匹できますね。なかなか遅い。はい。ここスキップできないのこれ。ここスキップできないかな、もう見たからっていう。ここスキップできないかな。はい。じゃあ、こいつを合成して、いきましょう。はい、2回進化のやつ。リミテッド恐竜。最近追加されたリミテッド恐竜の中では、まあ、こいつはクソ弱いですね。ステータスがめちゃくちゃ低いので有名ですね。まあ、明らかに、まあ、あれですよね。はい。さあ、2回進化ということで、スキップできないな、これ。スキップしたいの、スキップ。はい。よし。なんとか2回進化のやつが、2匹このようにできましたね。はい。アタックが254。めちゃくちゃ弱いですね。体力はまあまあ、あるんですけど。まあ行きましょう、とりあえずね。はい。はい。3回進化の時、おっと。なんか前の、こう、前に生えてる、角かな？角が、まあ、ちょっとごつくなってって感じですかね。このアイコン見る感じでは。さあ、3回進化の時行きましょうか。じゃあ、はい、行きましょう。空気読んでくれないな。全然進まない。ダメですよ、本当に。あれ？まあ、最低でもね、前回も言ってましたけど、最低でも6回以内では絶対成功するんですよね。今回4回ですね。はい。おお、結構いかつんじゃないこれ。なんか微妙に紫色みたいなのが入ってるような。おお、紫色。お、かっこいいね、結構。見た目かっこいいぞ、こいつ。普通にかっこいいな。目もなんか、アクアブルーみたいな色が入ってて、こう、全体的に赤いんだけど、こうちょっと紫っぽい、赤紫っぽい色も入ってるっていう感じが、なんか新鮮ですね。これ普通にかっこいいな、こいつ、普通に。これ普通にかっこよくないですか？なんかこう、ゴージャス感もあるしね。なんか金色っていう感じのゴージャス感もあるしね。色合い的にもいいし。まあ模様も全然問題ないしね。これ普通にかっこいいんじゃないですかね、こいつ。個人的にはこれ好きだな。結構かっこいいっすね、本当に。じゃあ、レベル40までいけるかどうかっていうところなんですけど、餌が、1回で15万餌ってなってますね。ちょっと怪しい匂いがするけど、今行きましょうかね、とりあえず。はい。33、34、5、6、7、
はい、この時点で19万円差。お、足りそう。39。お、足りそう。40。やった。はい。おめでとうございます。この恐竜は最大レベル達しました。やりましたね。さあ、しかし、このステータスですよね。体力はまあ3700って、まあ割と高めでいいんですけど、アタックが444。低すぎでしょ。マジで。ちょ、低すぎじゃないですか、これちょっと。ちょっとね、新リミテッドっていうか、ね、新しく追加された恐竜にしてはちょっと低すぎ。リミテッド恐竜にしてこのステータスはないでしょっていう感じですよね、なんか正直ね。ほら。いやー、ちょっとまあ、明らかにね、このステータスが低すぎる。そのアタックがね、特にね、低すぎるっていう点でね、まあ、前回のメトリア・カントサウルスとか、あいつも、まあ、ハイブリッド要因でしたし、まあ、そんな、あいつも、そこまでその強くないっていう感じのステータスだったんでね。なんで、まあ、今回、その、追加された、まあ、5種類か6種類ぐらいの、新リミテッド恐竜ですね。は、もう、ほぼほぼ、間違いなく、ぶっ壊れハイブリッドの、まあ、要因じゃないかと。っていう感じですよね、本当に。ぶっ壊れハイブリッドが、まあ、作れる要因、まあ、合成要因ですよね、本当に。こいつも、このままじゃ正直、使い物にならないという感じなんでね。多分こいつも、まあ、ぶっ壊れの、なんか、ハイブリッドの、まあ、合成要因でしょうね。おそらくですけど。はい。いやー、でも、これ見た目結構かっこいいんだよな、こいつ。個人的に結構好きな色合いとか。ね、かっこいいよね、これ。こんなかっこいいのに結構もったいないな、このステータスの低さはね。まあまあ、なんかね、もうさっきも言ったように、もうほぼほぼ、今回、搭載された新しいリミテッド恐竜のほとんどがもう、ほとんどっていうかもうほぼすべてですね。すべてがもう新ハイブリッド、ぶっ壊れハイブリッドの要因だと私は思っております。はい。なんでまあ、これはこれでまあ、まあしょうがないかなっていう感じですね、正直。はい。まあかっこいいんだけどな、本当に。かっこいいだけにちょっともったいないっていう感じがちょっと否めないんですけど。まあしょうがないね。というわけで、今回はエイニオサウルスですね。こいつを、レベル1からレベル40まで、なんとか。まあさすがにステータスが、まあ、低い、めっちゃ低いっていうことで、まあ餌も普通に安かったですね。まあそんなに安いってことなんだけど、まあ安い方というかね、まあ普通に足りましたね、なんとか。はい。というわけで、まあ、ね、レベル40、なんとかできました。エイニオサウルス。いや、かっこいいんだけどなーってなんか言うんだけど。かっこいいんだけどなぁ。これもったいないなぁ。こいつ、このまま強かったらいいんだけどなぁ、ほんとに。まあ、これでまあ、新しい草食竜の、まあ、またぶっ壊れのハイブリッドが来るじゃないかと。ね。こいつが合成要因で、って感じで。まあ、そんな感じですよね。はい。というわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。はい。じゃあ、ありがとうございました。寒い。